皇后さまの所蔵作品が展示の半数以上というこれまでに例のない絵本原画展が岩手県盛岡市で開かれています。これは被災地に絵本を届け続ける団体 3.11 絵本プロジェクト岩手が盛岡市の中央公民館で開いているものです。団体の代表を務める末森千恵子さん、国際児童図書評議会の理事も務め、皇后さまの英訳による絵本を編集するなど、以前から皇后さまと交流がありました。今まではそういう世界中の困難の中で本を送ってる人たちを支える立場でしたけど、今度自分がここのこの地にいて動かないわけにはいかないって思ったんですよね。会場には皇后さまの著書の表紙になった庵野光政さんの作品など88点が並び、そのうち47点が皇后さまの所蔵品ということです。絵本プロジェクトが立ち上がって、割とすぐに皇后さまと電話でお話ししたりしてた時にですね、ボランティアの人たちがほっとするようにご自分がお持ちの原画を飾ってもらうことができたらいいわねっていうようなことを言ってらしたんですよね。一つ一つの活動にご一緒なさるわけにはいかないけれども、そのボランティアの人たちに寄り添っていたいという思いがすごく終わりだと思うんですよね。みんなが被災地のことを忘れないようにということを何回も言ってらっしゃいましたね。ですからそのためにご自分にお出来になることをしようというふうに思ってらっしゃると思います。絵本プロジェクトは東日本大震災直後に始まり、これまでに国内外からおよそ23万冊が届き、10万冊を岩手県などの被災地に届けました。今回これほどたくさんの人たちが絵本を送ってくれたっていうことで、改めてその日本中の人がこんなに絵本に信頼を寄せているんだっていうことを改めて思いましたね。そしてこれほどと思わなかったっていうぐらいです。食べ物とか着るものとかっていうものは今必要だ。だけど絵本とか祈りとかそういうものは即効性があるわけではなくって、やがて気がついたらそれが何かの種になっていたっていう、そういうことじゃないかなっていうふうに思います。展覧会は5月12日まで開かれています。